はい、いらっしゃい、平吉ということで、今日もね、じいちゃんの晩ご飯を作るんだけど、今回ね、こちら。わかる？みんなこれ。赤西貝っていう貝なんだけど、渡辺くんがこれもくれました。で、あとね、スーパーでこちらのね、クック諸島で取れたツボダイっていうのが売ってたんで、ちょっと気になったんでね、これを、ちょっとじいちゃんにね、食べてもらおうかなと思って。こちらのね、本当のツボダイ。これも釣ってきてくれたんで、これもちょっとね、一緒にどんな違いがあるのかじいちゃんにね、聞いてみようかなと思います。多分じいちゃんはね、みんなうまいしか言えんと思うけども、とりあえずね、作っていくよ。はい、はい、とりあえずね、こちらのね、ツボダイ、クック諸島さん、これをね、一回開けていきますね。一回僕はピチッとシートで水分をね、取ってあるんで、あ、だいぶいい感じになっとる。ちょうど水分が抜けてね、ちょうどこういう油すごい乗っててうまそう。まあまあ水分抜けたね。はい、こういう感じね。クック諸島産ツボダイ。とりあえずこれ国産のね、ツボダイをちょっと鱗をね、取ってきます。今ね、鱗を取ったんで、ちょっとカメラのアングル変えろか。ちょっとこっちにしようか。今ね、鱗を取ったんで、とりあえずね、頭を取ってきます。身をちょっと見たいんでね。あかん。なんか頭取りにくいな、これ。ちょっと一回洗いますね。はい、今頭が取れました。切った感じはね、こんな身。ちょっと3枚におろしてきます。3枚じゃねえ、2枚におろしてきます。2枚にね、まあ、釣りたてだからね、めっちゃね、身がいいよ。でね、滑って持ちにくいから、ちょっと取って、よいしょ。身はこういう綺麗な身。そうしたら、とりあえず腹骨すいて、で、とりあえずこれはここでちょっと置いておいて、こっちはね、焼いていくんで、ここにちょっとパッテン入れて、塩、とりあえず、ね、塩を振りかけます。はい、ここに入れて、こっちから入れた方がいいのかな。で、こっちの切り身も塩振ってね、焼きます。こちらでもうちょっとしてから焼いていきます。次にね、この片身を刺身にしますね。皮を引いていきます。だから、はい、そしたら血合い骨をね、取って、ちょっと骨残っとる。ちっちゃいけどね、これちょっと切ってきます。大葉だけあるんで、大葉のこの尻尾切っとくか。はい、そしてね、あ、絵だけ切っちゃった。1、2、そう、ちっちゃいけど、とりあえずお刺身ね。はい、はい、じゃあ次にね、こちら渡良くんがくれた赤西貝、これをね、取ってきます。取ってきます。なんかちょっと黒いな、これ。ちょっとあろ、炭がな。よし、たここにね、ナイフを、よいしょ。身、なんか臭いな、これ。大丈夫か、これ。ん、隠すせいか、これ大丈夫か。あ、せ、これちょっと指が入らんの。ん、これ貝柱が外れ、あかん、外れ。あ、かった。ちょっとね、外れないんで、ちょっとやめてきます。これ外れんわ。とりあえず塩でね、揉んでいきます。
もう一回ね、ぬめりをね、洗ってきます。なんか取れん。ちょっとね、ぬめりがあんまり取れないんで、酢でもう一回ちょっと洗います。これで大丈夫かな。まっ、よし、取れた。よし、ちょっと切ってきますね。なんか匂うな、この貝。大丈夫だな。はい、今ね、僕はちょっと味見したら大丈夫だったんで、このままね、いただきます。何なんだろうな、この匂いは。でも、じゃあとりあえず、ニンニクをね、切っていくよ。ニンニク切って芽を、ね、大体みんな何作るか分かるよね。これトマトが置いてあるんで、でトマトもね、刻んでいきます。半分切って、よし。そしたらこっち、でね、さっきニンニクいくわ。ニンニクいってこれいきます、ね、でさっきの貝もね、ちょっと入れちゃいます、ね、入れて、国産のハマグリ、水、白ワイン飲むかな。でトマト、あともう少しね、オリーブオイルをね、振りかけて、ちょっと火を強くして蒸していきます。よし、あとはちょっと混ぜて、胡椒で、よし、完成。できました。次これ、火を止めて、味噌汁、今日はね、浅げ、よし、完成。焦げてない方がいいのに今日かな。これね、出来上がり。はい、一応ね、これ完成。塩焼きとアクアパッツァ、あと味噌汁とお刺身ね。よいしょ。おい、じいちゃん、はい、できたよ。時間かかっちゃった。よいしょ、いただきます。はい、いただいてください。つけお酒飲むか。うまいな。うまい。さあ、朝げだ、朝げ。これ、つぼだい。わさびつけへん、なんか。うん、わさび、俺それ一個食ってみるわ。え、えらいし、しこしこせんな、これ。今日釣ってきてくれたんだよ、知り合いの人が。俺ちょっと一個つけて、いただきます。うん、鮮度がいいもんで、あれだな。でも甘いな。わさびわさびつくし、これアクアパッツァさ、国産のハマグリ、うん、食べてみ。今日は上手できたぜ。味はいい味する。今日いいだろ、今日、うん、今日いいだろ。この間違って、今日はいいと思うんだ俺も。これアクアパッツァ得意だもんで。貝だ、貝食ってみる。貝な、臭かったんだよな。大丈夫だと思うけどな。臭ねえだろ。うん、ええこと。硬いな。赤にしがい、赤にしがいさ、ぬめりが臭いんだって。めちゃめちゃ大丈夫かなと思って俺刺身で食ったら大丈夫だった。それはね、クック諸島のツボダイ。どう、そのクック諸島、それは気になったんだって俺。うまいの。うまい、うん、ちょっとあの、ちょっとどこあるだろう。身がしっかりする。うまいんだこれ、うん、これね、いただきます。うん、うまいな、油って。これうまいぞ、これ、これうまいわ。こっちがさっきの刺身と一緒、国産ツボダイ。
どう？うまいよ。うまい。うん。油とかあんまねえ。まあまあだよね。まあまあなんだ。こっちは。こっちは油ありそうだな。油あるんだってこれ。これうまそうだなと思ってさ、それも名前がクックトーダまで買ったんだけどな。ちょっと骨だぞ。手に持ってる骨。うん。うまい。油あるのか。うまい。うん。うまいよなこの魚な。俺もまた今度買ってこよう。じゃあまずゆっくり食べとってね。買ったとこは買ったんだ。なんか俺買い物行くとこで見つけた。うまいだろう。うまい。油あるわ。油あるよな。うまかったな。ということでね、今日は、得意なねアクアパッツァと、あとまあ塩焼きだけだった、あ刺身かとおじいちゃんにね作ってみたんだけど、壺鯛はね、あのクック島の壺鯛めっちゃ油あってうまかったです。またねみんな見かけたらね一回ね試してみてください。今日のアクアパッツァは成功ってことでね、またなんか作るよ。バイバイ。